暑かった。ものもは。いいパ。どうも、夕方パテモソ協会仕事終わりでございます。ちょっとローソンに行く用事があったんで、久々に唐揚げくんレッドと丸おろしレモン。これどこ？極上レモンサワー丸おろしレモン。暑いわ。暑いね。これこうできました。もうとりあえず仕事終わったんで、一杯いきます。久々お疲れだけ飲むのね。というわけで乾杯。普通かな。唐揚げくんでこんなんやったっけ。てか爪楊枝ついてなかった。ついてるわ。ここや。いや、もう何ヶ月ぶり、もう1年以上ぶりかな、唐揚げくんレッド君の。どうやろ、覚えてないな。いや、もうこの明るいうち仕事終わりすぐこのこういうものね。まあつまみながら飲む。私もね、通勤がね基本的にあんまりないんで、仕事終わりにどっか行くっていうのはね、もうかれこれ15年ぐらい行ってないかな、仕事の帰り道に寄るっていうね。こんな暑いと寄っちゃうよね、立ち飲み屋。コロナだろうが何だろうが、行っちゃうわ。それにしてもね、今日暑かった。土曜日なんですけどね、これ、まあ、日曜日の動画ですけど、ついに夏やね。梅雨終わったんかな、どうなの。梅雨終わったんかな。最近この天気でね、ようやく寝室の衣替えが終わりました。冬物から夏物に変わりましたよ。つい先日まで毛布もありましたし、布団の上も薄い毛布貼ってたんですよ。で、大体2階なんで窓と換気扇開けて寝てたらね、クーラーもいらないですよ。だからそれでもね、やっぱりね、最近涼しかったけど、ちょっと前も涼しかったけど、最近もさすがにもうちょっとね、しまおうかと。7月半ばもなったし、長いな。遅くまで出してたな。ラット、もうシーツと、薄手の毛布、薄いやつね、夏毛布みたいなやつね、それと布団もあんま着ないけど、に変えましたね。いや、最近まで涼しかったっすよ、夜は。前一回も寝室はクーラーつけたことないから。意外につけずに乗り切れんじゃねえのかなと思ったりも、夜なら。無理か。とか言いながら毎年つけてるもんな、夏場。エアコン皆さん好きですか？この部屋ずっと朝の8時から夜の12時過ぎまでエアコンつけっぱなんですよ。まあ、魚もいるし、温度管理のためつけっぱなんですね。28度とか27度で。俺は正直あんまりエアコン好きじゃないんですよ。しんどくなってくる。だるくなってくるんですよね。窓開けて扇風機回してる方が好きなんですよ、本当は。ただこう撮影するとか、エアコンの方がね、こう喋ってる、外まで声漏れへんし、そんなん考えると締め手の方がいいんですけど、ドア上げっぱなしでやりたい。ただね、クーラーつけて最高だと思う時はね、お風呂上がり、シャワー上がり、シャワー出た後ね、
なんだよあの気持ちよさ。もう一回体洗ってもらったみたいな感じになるよね、うん、なんて素敵な部屋なんだと。汚い部屋でも綺麗な感じがしますからね、涼しいとおかしなもんで。最高よね、風呂上がりのクーラーの部屋は最高。ただ徐々に徐々にやっぱねだるくなってくるんだな、エアコン付けになってると。唐揚げくんレッドひらべらに食ったらうまいな。どうせこんなのくず肉でしょ、鶏の。マクドナルドのハンバーガー、まあ、日本のやつじゃないけどどっかの国で訴えられてたよね、この肉が、まあ、これじゃないけど、ハンバーガーの肉がくず肉寄せ集めて何かやった肉で人間が食うもんじゃねえって言って訴えられてたよね。くず肉でしょ、だいたい認知にしてもわからんやん。本来なら家畜の相反に回すような、うん、廃棄する、廃棄というかそっちに回すような肉が食用に使われているのがマクドナルドのハンバーガーのパテですって。日本じゃないと思うんですよ、日本の話じゃなかったね、うん。そんな感じですよ今日なんて。飲み行きたいね飲み行きたいよ、飲み会したいな、飲み会したいわ。飲みに行くのは最近まだちょっと OK でしょ、なんとなく OK な雰囲気になったやん最近ね。別に飲みに行く分にはあかんのかもしれんけど、麻生もしてたしいいんじゃないの麻生太郎も飲み会しとったから、うん、副総理大臣がしてたらいいんやと、俺らもいいんじゃないの、うん、とか思っちゃうよね。まああいつアホやからあいつアホやから、俺嫌いやから、嫌い、俺が嫌いやアホかどうか知らない。アホでは財務省と 副総理大臣になれへんか、うん、まあ、というわけでね、今日は8分ほどの動画でしたけども、この後、まあ、仕事はちょっとクタッとしてるんで、ゲーム動画でも撮って、シャワー浴びて、またゲームしたいと思います。というわけで、パテモス協会でございました。ごちそうさまでした。良い週末、いや、良い休日を、残り短いですけども、お続けくださいませ。